でグリムスのテーブル増えてきてと思います。今日はですね、2024年になりまして、皆さん去年はありがとうございました。今年もよろしく改めてお願いしますという感じなんですが、本日やる話題というのは、去年俺が一番気になってちょっと引っかかってたやつを調べてきたんだけど、 DLC ね、 DLC が2024年新しいのが出るらしいんですが、そこのリーク情報について今日はいろいろ調べてきたので、このリーク情報一体どういう感じでどういう内容で出ていて、結果 DLC100 ドルっていう話がなんで出たのかっていうところをみんなと見ていきたいと思います。という感じで本日もこちら、こちら1つ目 DLC 問題、2つ目リーク情報で、最後にまとめという形でやっていきましょうという感じでですね、早速 DLC 問題という形をやっていきたいと思うんですが、内容的にはまあざっくりね、さっきも言ったんだけど、基本的には新しい DLC が出ますと。で、 DLC には新しいねクラスであったりで、まあいろんなね新しい追加コンテンツがありますっていう話なんだよね。で、それが2024年ですね、今年の後半に出るという話なんだけど、価格が100ドルになるというところで、結構ですね、海外のディアブロ系のインフルエンサー、おそらくほとんどの海外のディアブロのインフルエンサー取り上げてるぐらい、かなりですね良くない方向になってます。もう本当にですね、まあ、ほぼいろんなねインフルエンサーいるんだけど、ほぼ全ての有名なディアブロのインフルエンサーが取り扱ってるんじゃないかっていうぐらいですね、かなりまあホットな話題です今ですね。で、まあそれが2023年のちょうど年末に起きた状況っていうところですね。今かなりまあ話題としてはこれがメインになってると。で、その中で、まあ、やっぱりねアメリカのね情報でリークがあったという話なので、結構俺らからすると、まあ、リークはあったけど、どういった背景でどういう状況で、まあ、こういうね話になったのかっていうのが分かりづらかったので、俺もねちょっとここら辺はもっとね詳しくちょっと知りたいっていうのがあったので、このリーク情報をもっと深掘りしようという形で今日はねいろいろ調べてきましたので、リーク情報について今日はですね見ていきたいというふうに思います。で、早速メインのテーマ、リーク情報という話になるんだけど、どういうね話からこのリーク情報っていうのはスタートしてるかっていうと、そもそもなんだけど、アンケートが行われたらしいんだよね。で、アンケートが行われて、そのアンケート何ですかっていう話なんだけど、まあなんか特別なユーザーがいるんだよね。まあ、例えば海外の人なんだけど、ほとんどここに関しては、おそらくここに関しては、まあ、アメリカとか英語圏の人だけだと思うんだけど、まあ、有名なディアブロの配信者とかユーザーに関して、特別なですね多分 NDA とか結んで、まあなんていうかな、ディアブロ運営が、まあ、ブリザードが囲ってるみたいな感じになってるんだよね。で、実際にディアブロ4の製品版が出た時も、実は2週間前からこの人たちはまあすでに製品版のディアブロ4をプレイできてましたみたいなのがあったんですよ。で、今回その人たちに運営がDLC についての新しいアンケートを取り行ったと。で、そのアンケート内容がかなり、まあ、内容的に良くなかったので、そこに関してみんな不満に思う人がたくさん出てきた結果、まあ、これは良くないよねっていうところで、まあ、怒りで、まあ、その、まあ、囲ってるブリザードが囲ってる人の中の誰かが情報を漏らしたっていう形で、それがリーク情報としてこういうアンケートが、まあ、来たんだけど、そのアンケート内容がひどすぎるみたいな感じになってるっていうところですね。で、アンケート内容としては DLC の値段、もちろんこの内容なんだけど、この DLC の内容の値段っていうのがですね、まあ、ただ100ドルで DLC 発売するけどみんなどう思うっていうのではなくて、内容的には 69.99 ドル、まあ約、まあ70ドルぐらいから 99.99 ドル、まあ要するにざっくり70ドルから100ドルのレンジで DLC を今後売ろうと思ってます。で、 DLC はもちろん、まあ、話題に出てるなんかベッセルオブヘイテッドだっけっていうのの話なんだけど、2024年の後半に DLC 出すんだけど、値段みんなどのくらいが適正価格と思うっていう感じで、まあ、そういったですねユーザーの特別なですね情報を結構ですね共有する人たちの中で、まあ、アンケートを行ったと。で、その結果、いや、この DLC の価格ありえんやろっていう話になったらしいんです。
ですね。でさらにこの100ドルのですね、あの内容的にはただ DLC がついてくるだけではなくて、基本的にはですね、まあ、いろんなあのなんかお得なセットみたいな感じでアイテムがついてて、2000プラチナがまずついてて、であとはスキンが、ユニークスキンが馬であったりプレイヤーの、まあ、各クラスについてくるらしいんですね。なのでそんな感じでですね、あの、まあ、いろいろ付きはするもののみたいな感じで、まあ、100ドルという形らしいです。なのでただ単に100ドルで売るっていうよりかは、そんな感じ100ドルで売るみたいな。なので、まあ、100ドルのボックス的には、まあ、あの一応スキンとプラチナが付くというような感じですね。でさらに追加の、倉庫のスペースとかも、まあ、金額に応じて有料課金で、まあ、倉庫がね、あの買えるんじゃないかなっていうののリークも出てるというような形で、一個俺が気になったリーク情報が、まあ、もちろんね DLC の内容もあるんだけど、ちょっとそれ以外の話になるんだけど、なんかねユニーク装備の早期アクセスが提供される可能性があるっていうのが出てて、これ完全にペイトゥーウィンになるから、ここはちょっとね、なんて言うんだろうな、まあ、実装はしてほしくないかなっていう感じで、あの、まあ、要するにこの情報に関しては、情報のソース自体がそなんていうかな、噂話ではなくて、運営がガチで検討している内容なんだよね、まあ、ほぼほぼで、その中でそれが前提で有名な、まあ、おそらくさっき言ったあの製品版を2週間前に与えられているブリザードに囲われている配信者、有名な人たちも同じように声を上げています。なので彼らは明らかにおそらくこれを知っています、知っています。なぜかというと、あのブリザードに囲われて、何回ももう一回言うけど囲われていて、そのアンケートをおそらく彼らも同じように答えている可能性がめちゃくちゃ高いんだよね。なのでその人たちが、まあ、取り扱わなかったり否定をしていれば、まあ、あのなるほどこれはガセ情報かというところなんですけど、まあ、結局そのブリザードに囲われている人たちが否定もしなければ、まあ、ある程度何かしらのコメントを、まあ、言ってるんですね。まあ、あのこういうアンケートについてはこうだよねみたいな、まあ、ただもちろんあの濁してるよ、濁した言い方をいろいろしてるんだけど、まあ、何かしらの発言というかですね、まあ、あのなんだろうな、言うことは言ってるって感じですっていうところなので、そこら辺を考えると、おそらくそのブリザードが検討しているというところは、まあ、おそらくかなり角度的には高いで、このリーク情報っていうのはおそらく、まあ、非常にですね、運営がやってるか検討してるかしてないかでいうと、している可能性が非常に大きいですよねっていう、そんな話になってます。でそんな中で、まあ、今後の、まあ、運営の対応が、まあ、結構ね問われるよねっていう、そんな形ですね。なので、まあ、今回のリーク情報に関しては結構ね、まあ、デマっていうわけではないんだけど、まあ、かなり、検討しているという内容では、まあ、角度の高い情報で、まあ、ある程度みんながですね、これは止めようとおそらくしているんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと感じましたね。結構ねコミュニティ全体で、まあ、これはあんまり良くない傾向だからペイトゥーウィンになる可能性もあるし、まあ、やっぱりここら辺は一回止めといた方がいいんじゃないのかなっていうところで、まあ、結構みんなが声を上げているんじゃないのかなっていうふうには僕は思ったりしますねっていうところなので、まあ、正直ですね、まあ、もちろんですね全然ね値段が安く登場する可能性もあるんですけど、現在の状況としてはマジで今のところは、まあ、みんなが声を揃えて批判していたり反対していたり、まあ、いろいろ声を上げているというところなので、まあ、そういった内容が実際にアンケートとして行われた、まあ、70ドルから100ドルで出しますけどどう思いますみたいな。でおそらくこれ70ドルで出すバージョンと100ドルで出すバージョンじゃなくて、まあ、3つぐらいさ、ディアブロも今さ3つぐらいエディションがあるじゃん、普通にソフトのパッケージのデラックスエディションみたいな、そういった形で DLC を売り出そうとしているんじゃないのかなっていうふうに僕はまあ感じてますね。なのでそんな感じのやり方で、まあ、値段が高くていろいろ言われているっていう形の話かなっていう風な流れかな。で本当にこれはね温度感がそのなんて言うんだろうな、結構その海外の英語圏でうわーってなってるから、ちょっと日本語 のコミュニティだと分かりづらいんだけど、結構めっちゃホットなんで、ね、すごいなんか熱い感じになってて、もうみんなおいおいみたいな感じで、何やってんだお前、そんな許されるわけねえだろこの野郎みたいな感じになってるので、まあ、結構現実味のある話として、まあ、出ているかなっていうところではあるので、まあ、そこら辺でですねちょっとですね、まあ、僕としても、まあ、結構ねこの状況がまあ
進むと良くない方向になりそうだねっていうのは、まあ、思ってるかなっていうところですね。正直ね、良くない現状としてはというところなので、それを踏まえて最後にですね、ジアの解体場パート2いきつつですね、まとめをしていきたいと思います。でやっぱりね、まとめとしてはまずその70ドルから100ドルで日本円で計算すると、1月2日のレート時点で検索してみたんだけど、まあだいたい1万円70ドルがで、100ドルが 1.4 万円1万4000円ぐらいらしいです。で異なる特典が含まれると。で一番高いですね、1万4000円 の、 DLC パックだと、すべてのクラスに使えるスキンとか、ユニークスキン馬のねがついてくるっていうところになってます。でさらに2000プラチナという形で、まあ、プラチナもついてくるらしいです。ていうか、まあ、プラチナつけるぐらいだったらその分金額安くしてくれてもいいかなと思ったりするけど。でさらにDLC でいろいろね、まあ、お金を作りたいみたいな感じの流れもあると思うんだけど、それにプラスしてですね、残念ながら倉庫もですね、そういった対象に現在なっている可能性が高くて、まあ、正直俺はまあ普通に脳死で買っちゃうと思うんだけど、まあ、ただ批判はなんていうかな、全体的な世論的には強くなるかなっていうのは、俺もさすがにバカじゃないのでわかる、それは。で、さらに一番、まあ、倉庫までは正直ね、POE とかパスオブエグザイルも倉庫にお金かかったりするから、まあいいんだけど、まあ、パスオブエグザイルは、まあ、基本プレイが APEX みたいに無料だから、まあ、そこはちょっとまた違うじゃんっていうところもあったりするんだけど、まあ、とりあえず、まあ、抵抗感で言うと、まあ、あるっちゃあるけど、まあ、払う人も結構いるかなっていう感じの印象、倉庫はね。で、まあ、そこに関してはあれなんだけど、一番良くないのが、ちょっとね、ここは本当に翻訳があれだったんだけど、難しかったんだけど、ユニークな装備品やレジェンダリー、まあ、化身ですね、そういったものがですね、早期アクセスとして提供される可能性があるというのが、俺的にはちょっと一番、まあ、ないかなっていうか、これはペイトゥーウィンだから明らかな、これはマジで良くないと普通に思った。ペイトゥーウィンだけはマジで、このゲームの性質上絶対やっちゃいけなくて、で特にパスオブエグザイルっていうライバルは、今回2が出るんだけど、新作がね、下にね、わざわざ書いてある公式ホームページに、絶対ペイトゥーウィンっていうものはしませんって書いてあるんだよね。でペイトゥーウィン何かっていうと、例えば課金すれば強くなって、それで金で強さを得れるっていうペイトゥーウィンね、これはしませんっていう話になってるので、まあここはね、本当にハクスラとすると、ハクスラからするとマジで終わる、世界が終わるから、マジで終わっちゃうことになるので、そこだけはね、本当にやめてほしいかなっていうふうに思ってます。なので、まあ一応現状としてはそんな感じで、まあいろいろね、流れ的にはアンケートがマジで良くない内容になってるっていうのが現状ですね。で、まあ、さらに言うと、アンケートの良くない内容っていうのが、まあ、リークされてて、みんなアメリカとか英語圏でガチクソ燃えてるっていうような感じで、まあ、現状も本当に去年に引き続き、まあ、良くないような形にはなってるというところで、かなり、まあ、シーズン2序盤はうまくいったけど、まだ調子に乗る時期じゃないと思うので、やっぱりね、シーズン1とかシーズン0の負債があるのでね、気持ち的なというか感情的なね、なのでそこを考えると、まあ、ちょっとね、やめてほしいかなっていう、そんな形では思いますね。ちょっとね、良くないところがあるので、ロッドがすぐ調子に乗るっていうね、この調子に乗るっていう癖は本当にそろそろなんかやめてもらわないと良くないかなっていうか、はいっていう感じに思ってます。はい、なのでね、現状としてもね、非常に、まあ、なんて言うんだろうな、怪しい現状と厳しい現状と、まあ、だからといってなんて言うんだろうな、完全にガセネタっていうわけではないっていうところですね。かなり検討しているという段階での、その段階というね、話をすればかなり信憑性はあるっていう形ですね。なのでちょっとね、今としてはその検討している内容が悪すぎるっていう、そんな感じかな。ぜひね、みんなの意見もね、聞かせてほしいですね。まあ、結構なんか倉庫に関しては、前のコメント欄とかでは、まあ、買う人買わない人っていたりもしたし、まあ、結構ねそこら辺はあれだと思うんだけど、まあ、最悪倉庫はいいとしても、レジェンダリーの化身の早期アクセスはマジでやめた方がいいと思うし、あとはせめて、まあ、30ドルぐらいで、まあ、3、4000円ぐらいで DLC は売った方がいいんじゃないかな、さすがにね。まあ、でも正直ね、言いたいことは分かる、ロットの。もしここで低い価格設定で DLC を売ると、
次の DLC も同じ低い価格設定にしないといけないからちょっと厳しいよねっていう形にはなるので、そこら辺を考えると、あの企業としてある程度利益を上げないといけないっていう中で、まあ、やらないといけないっていうのは分かるんだけど、難しいところが多いかな、それは本当に。先に、まあ、そのなんて言うんだろうな、もうちょっと評価を高めた方がいい、やるんだったらっていう感じですね。ちょっと今評価自体がそこまで高くないっていう感じだから、シーズン2さっきも言ったけど、シーズン2確かに良かった部分もあるけど、結局後半失速したよねみたいな感じで、まあ、あんまりね、褒められる部分ではない部分も正直多かったので、そこを考えると、まあうーんっていうところもあったりするので、まあ、やっぱりですね、ちょっと難しいかなっていう部分もあるので、ちょっとね、しっかりそこに関してはね、まあ、判断してもらえると、空気感をね、運営とは違うユーザーの空気感っていうのを、まあ、判断してもらえると嬉しいかなっていう感じではありますね、正直。さすがにね、厳しいよねって思っちゃう、今の現状だと。そこの課金までは正直、やばい死んじゃう、俺はいいかなっては、まあ、思ったりはするけどね。難しいよね、みんなの、俺一人じゃないしね、プレイするのもねっていう感じですね。ということでね、ちなみにでもレベル15になったので、今日はこの辺にしておきたいと思います。どう思うよみんな、これなかなか難しいよな。結構調べたけど、多分アンケート結果的にはこんな感じだった。パッケージがなんかいくつかね、70ドルと100ドルのエディションがあって、でスキンとかプラチナがついてきて、さらにやっぱり倉庫の追加課金、タブで追加課金とか、あとはDLC リリース前にそのユニーク装備とかレジェンダリーとかを早期アクセスできるみたいな感じになるらしいから、ここはね、入れない方がいい気がするな。スキルとかの差はお金で絶対つけない方がいい。それってなんかハクスラとかディアブロ的に言うと、俺的には面白くないかなって思っちゃうのでね、ぜひみんなの意見も聞かせてくださいという感じでね、今日はですね、2024年ですね、初めて の, ディアブロの動画を作ったんですけど、今まではね、1日までは生放送いっぱいやってたから取りためてたので、皆さんね、今年もぜひよろしくお願いします。明けましておめでとうという形で、なんか一発目のニュースがちょっとね、渋いニュースであれだったんですけど皆さんぜひね、今年も楽しく、まあ、ディアブロ4とか、あとはパスオブエグザイル2もね、結構コメントではなんかやってよみたいなコメントもあったので、ちょっとやろうかなと思ったりもしてますので、ぜひね、俺はあんまやったことないんで、パスオブエグザイルやるときはみんなぜひ教えてって感じです。よろしくお願いしますということで、今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくね。バイバイ。